皆さん、こんにちは。今日はマックと半蔵の友達のシャチが部屋に遊びに来ているので、シャチの魅力と不思議な世界へご招待します。はじめに、今日は海の王者とも称されるシャチの世界に足を踏み入れます。シャチはその黒と白のコントラストが美しい外見だけでなく、驚くべき知能と強い社会性を持つ海洋哺乳類です。数頭から数十頭でコミュニティを形成し、家族を認識し、協力して生活しています。今回はシャチの知られざる生態や特徴、そして彼らの驚異的な行動に焦点を当てていきます。シャチは海の食物連鎖の頂点に君臨し、その強さからキラーウェールとも呼ばれていますが、実は彼らにはもっと多くの面があります。シャチの社会性は人間のそれにも似た複雑さを持ち、群れでの協力や子育て、さらには感情表現に至るまで私たちと共通する特徴が見られます。そして彼らの知能は狩りの方法にも生かされており、魚類から怪獣まで様々な生物を独自の方法で捕食しています。この動画ではシャチの知能の高さや狩りの技術、群れでの生活の様子を詳しくご紹介し、シャチの生態を明らかにしていきます。水族館で見ることのできないシャチの驚くべき生態を一緒に学んでいきましょう。それではシャチの神秘に満ちた世界へ皆さんをご案内します。海の深い青の中に隠されたシャチの世界の秘密を探る旅が今始まります。知能の高さ。海の静けさを切り裂くようにシャチの群れが優雅に泳ぎます。彼らはただの捕食者ではありません。シャチはその高い知能で海の生態系の頂点に立つのです。このセクションではシャチの驚異的な知能に焦点を当て、その秘密に迫ります。まずシャチの知能の高さは彼らの狩りの技術に如実に現れています。シャチは単なる力のみならず、緻密な戦略とチームワークで獲物を捕らえます。例えばシャチは氷の上にいるアザラシを海に落とすために波を作り出すことが知られています。これは単に力強い泳ぎだけでなく、物理的な現象を理解しそれを利用する知能の証です。次にシャチの社会性です。彼らは複雑な社会構造を持ち、母系社会で生活しています。群れは母親を中心に形成され、強い絆で結ばれています。この絆は彼らの生存戦略の核となっており、群れでの協力は狩りだけでなく子育てや学習にも重要な役割を果たしています。またシャチは遊びを通じて学びます。若いシャチは遊びを通じて狩りの技術を磨くのです。これは人間の子供が遊びを通じて社会性や技術を学ぶのと同じ原理です。シャチの子供たちは遊びの中で将来生きていくための重要なスキルを身につけていくのです。さらにシャチは感情を表現する能力があるとされています。彼らは喜びや悲しみを声や身体言語で仲間に伝えることができるのです。これはシャチが単なる反射的な生物ではなく、複雑な感情を持つ知的な存在であることを示しています。最後にシャチは他の生物の声真似ができることで知られています。実際にハローというシャチもいるそうです。これは彼らが音の模倣を通じて学習する能力を持っていることを意味しており、その知能の高さを物語っています。シャチの知能は私たちがまだ完全には理解していない謎に満ちています。しかし彼らの行動を観察することでその一端を垣間見ることができるのです。狩りの技術。海の静寂を支配するシャチはその優れた狩りの技術で知られています。このセクションではシャチがどのようにして海の生態系の頂点に立つのか、その秘密を探ります。シャチの狩りは単なる力によるものではありません。彼らは高度な知能とチームワークを駆使して獲物を仕留めます。例えばシャチは海面に魚を浮かべ、それを餌としてカモメをおびき寄せ捕食するという戦術を使います。これは人間が釣りをするのと同じ原理です。またシャチは超音波を使って仲間とコミュニケーションを取りながら狩りを行います。彼らはコールと呼ばれる超音波を用いて獲物の位置を正確に把握し、連携して狩りを行っています。さらにシャチはクジラ類のように自分たちよりも体が大きい動物を狙う時もあります。その際シャチは群れで協力し、
クジラが息継ぎのために浮上するのを妨害して溺死させるという手段を取ることも報告されています。シャチの狩りの技術は彼らの社会性と密接に関連しています。母親を中心にポッドと呼ばれる群れを形成し、狩りを行う際には隊列を組んで進みます。先頭の隊が疲れたら後ろの隊が前へ出るというように列を交互に入れ替えて効率的に獲物を追い詰めます。このようにシャチの狩りの技術は彼らの知能の高さと社会性の強さを反映しています。シャチは海の中で最も恐ろしい捕食者の一つであるホホジロザメさえも狩ることができるほどです。シャチの狩りの技術は私たち人間にとっても学ぶべき点が多くあります。彼らの行動からは協力と知恵の重要性が伝わってきます。社会構造。海の中でシャチはその複雑な社会構造で知られています。このセクションではシャチの群れがどのように形成されどのように機能するのかを探ります。シャチの社会は非常に組織的で母系社会として知られています。群れは通常経験豊かなメスがリーダーとなり、その子孫や親族が集まって形成されます。この母系社会の中でシャチは生涯を通じて強い絆を育み協力して生活しています。群れの中では各個体が特定の役割を持ち、狩りや子育てそして教育において協力し合います。例えば狩りの際には若いシャチが先導し、経験豊富なメスが後方から指示を出すことがあります。このような協力体制は獲物を効率的に捕らえるために不可欠です。またシャチの群れは非常に強い社会的結びつきを持っています。彼らは複雑な音声コミュニケーションを用いて群れ内で情報を共有します。それぞれの群れには独自の方言があり、これによって他の群れと区別されます。シャチの社会構造は彼らの生存戦略に深く関わっています。群れを形成することで狩りが成功しやすくなるだけでなく、捕食者から身を守ることもできます。また子育てにおいても群れのメンバーが協力することで子どもたちが生き残りやすくなります。さらにシャチの社会構造は彼らの遺伝的多様性にも影響を与えています。群れ内での繁殖は限られており、新しい血を取り入れるために他の群れとの交流が行われます。これによってシャチの個体群は健康を維持し、遺伝的多様性が保たれています。シャチの社会構造は彼らの進化の歴史と密接に結びついています。彼らの社会性は厳しい海の環境を生き抜くために発展してきたのです。そしてこの社会性がシャチを海の生態系の頂点に立たせているのです。遊びと学習。海の中で最も賢いとされるシャチ、彼らの知能は遊びを通じて学ぶ能力にも現れています。このセクションではシャチがどのように遊びを通じて学習するのか、その魅力的なプロセスをご紹介します。シャチの遊びは単なる暇つぶしではありません。それは生き残りのための重要な学習方法です。若いシャチは遊びを通じて狩りの技術や社会的スキルを磨きます。例えば水面に浮かぶ物体を押し合ったり追いかけっこをしたりすることで追跡や攻撃の技術を自然に身につけるのです。またシャチは遊びを通じて群れの中でのコミュニケーション能力を高めます。彼らは鳴き声や身振りを使って仲間と情報を共有し、協力して問題を解決する方法を学びます。このような社会的な遊びは群れとしての結束を強化すると同時に個々のシャチの社会的地位を確立する手段となるのです。シャチの遊びには一過性の流行も見られます。1987年の夏、アメリカ合衆国ワシントン北西部ピュージェット湾地域のメスのシャチがサケの死骸を頭に乗せて泳ぐ行動を見せた後、近くの他の群れでも同じ行動をとるシャチが確認されました。この行動は約1ヶ月間続きましたが、その後はほとんど見られなくなりました。これはシャチが新しい遊びを発明し、それが一時的に流行する様子を示しています。さらにシャチは遊びを通じて環境への適応能力を高めます。彼らは氷の上にいるアザラシを海に落とすために波を作る遊びを通じて狩りの際に同じ技術を利用することを学びます。このようにシャチは遊びを通じて自然界で生き抜くための重要なスキルを身につけるのです。シャチの遊びは彼らの知能の高さと社会性の強さを反映しています。遊びを通じて学ぶことはシャチに限らず多くの動物に共通する行動ですが、
シャチの場合は特にそのプロセスが複雑で洗練されています。シャチの遊びと学習に関する研究は私たち人間にとっても非常に興味深いものです。彼らの行動からは学習の楽しさと遊びの中に隠された深い意味を感じ取ることができます。感情表現。海の静けさの中でシャチはその感情豊かな表現で知られています。このセクションではシャチがどのように感情を表現し、それが彼らの社会性にどう影響しているのかを探ります。シャチは人間と同様に感情を持っていると考えられています。彼らは喜びや悲しみ、そして愛情を声や身体言語で表現することができます。例えば仲間が狩りに成功した時、シャチは高い音の鳴き声で喜びを共有します。また群れのメンバーが亡くなった時には低い音で鳴き、その喪失を悼む行動が観察されています。シャチの感情表現は彼らの社会的結びつきを強化する重要な要素です。群れの中で感情を共有することは個体間の信頼と協力を深めるために不可欠です。この感情の共有は特に母親と子供の間で顕著で、母親は子供に対して保護的な行動を示し愛情を深く接します。さらにシャチは遊びを通じて感情を表現します。水しぶきを上げながら追いかけっこをすることで喜びや興奮を表すのです。このような遊びは若いシャチが社会的スキルを学ぶ場でもあります。シャチの感情表現は彼らのコミュニケーション能力の高さを示しています。彼らは感情を通じて複雑な社会的関係を築き、群れとしての結束を保っています。これはシャチが単なる捕食者ではなく感情豊かな社会的生物であることを示しています。シャチの感情表現に関する研究はまだ始まったばかりです。しかしこれまでの研究からはシャチが感情を持ち、それを表現することで群れの中での役割を果たしていることが明らかになっています。最後に、海の王者シャチの世界を旅してきました。知能の高さ、狩りの技術、複雑な社会構造、遊びと学習、そして感情表現、これらすべてがシャチがただの海の捕食者ではなく感情豊かな社会的生物であることを示しています。私たちが今回紹介した事実はシャチに関する知識のほんの一部に過ぎません。彼らの世界はまだまだ多くの謎に満ちており、私たちが解き明かすべき秘密がたくさんあります。シャチの知能と行動は私たち人間にとっても学ぶべき点が多く、彼らから得られる教訓は無限です。この動画を通じてシャチの驚くべき能力と彼らの生態系での役割について少しでも興味を持っていただけたなら幸いです。シャチについてもっと学びたい方は専門の文献やドキュメンタリーをご覧になることをお勧めします。それでは次回のシリーズでまた新たな発見を共にしましょう。海の深い青に隠されたシャチの世界のさらなる秘密を探る旅はまだまだ続きます。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が勉強になった、面白かったと思った方はチャンネル登録といいねをお忘れなく。今日はこの辺で失礼します。